Truckers X TV on air。 We are now live in 3, 2, 1。 私はこんな世界なんていらない。私のいない世界なんて認めない。それがレイナさんの望みだったんですね。初めてレイナさんの声を、言葉を聞いた気がします。だからレイナさんは世界を壊そうとしたんですね。そして僕たちを、ジャッジメント7を、アカシックを使ってレイナさんの世界に閉じ込めた。私がアカシックを使ってみんなを閉じ込めた。そうですよ。もしかして気づいてなかったんですか？そもそも最初から何もかもがおかしかったんです。いくらアカシックとワールドプログラムのベースが同じだからって、異なる2つのプログラムが完全にリンクするなんて不自然すぎます。しかもそのつながった仮想世界で、ジャッジメント7の作ったゲームの設定が都合よく実体化してるのもおかしな話です。それも一人一人のメンバーのことをよく理解していなかったら起こらないイベントばかり。いくらアカシックが高性能でもそんなことはありえない。まるで初めからこのアカシックという世界がジャッジメント7を閉じ込めるために用意されたような、そんな気がしてならなかったんです。でもこのアカシックを操っているのが、ジャッジメント7のことをよく知る人物であり、その人の強い思いがこの世界に作用しているんなら、全ての事象に説明がつきます。この一年の新世界での出来事は全てレイナさんによる自作自演であれば説明がつく。ワールドプログラムとアカシックをリンクさせ、ジャッジメント7が仮想世界へと来られるようにしたのはレイナさん自身。世界の終わりを望んだのは他でもないレイナさんです。この世界を壊そうとしたのはあなたです。そのことを思い出してください。私がこの世界を壊そうとした。僕はレイナさんのことを誤解してました。レイナさんは誰よりも大人で、理性的で、思慮深く、常識的な、完璧な女性なんだと勝手に思い込んでました。でもよく考えたらそんなはずないんです。レイナさんは幼い頃から病院で暮らし、北陸県で暮らし、アカシックの中で暮らしてきた。あなたはいつだって小さな世界の中で生きてきた。それは窮屈で閉塞感を感じるものだったかもしれません。でもその閉じた世界のおかげで、あなたの心は汚されなかった。あなたの心は真っ白です。純真で、無垢で、汚れ一つない心。レイナさん、あなたは純粋すぎるんです。罪なほどに。あなたの純粋すぎる心は、自分の大切なものと世界とを天秤にかけることができるほど、あまりにも汚れを知らなすぎる。でもそれは仕方ないことなんです。だってレイナさんにとっての世界というものは、いつだって狭苦しくて不自由で鳥かごのような場所だから。ジャッジメント7という居心地のいい場所と比べたら、レイナさんにとっては世界なんて無価値なんです。だったら壊してしまってもいいって思えるほどに。でも壊していい世界なんてこの世にない。そのことを忘れてはいけない。目を背けちゃダメだ。
自分自身の心の闇と心の罪と向き合ってください。だってレジ君が現れたりするから。私だけの世界に、私だけの場所にレイジ君が現れたりするから、私の世界を汚そうとするから、私には他に何もないのに、もう思い出しか残ってないのに、全部レイジ君に取られちゃうから。だったらもうこんな世界なんてなくたっていい。もしかしてレイナさんは僕に消えてほしいんですか？僕が消えたらレイナさんはそれで満足するんですか？その通りです。君は？レイジさん。少女 A なのか？はい、ご無沙汰してます、レイジさん。そんなことより少女 A、 君が今言ったこと、言った通りです。一ノ瀬レイナはレイジさんに消えてもらいたい、そう願っていると言ったのです。だから私が全てを終わらせに来ました。少女へ、君は何を言っているんだ？だから消えてください、一ノ瀬レイナのために。消えてください、私のために、私たちのために。消えてください。少女へ、やめるんだ！いいえ、私がここで終わらせなければならないんです。この世界も、一ノ瀬レイナも、私も、全て消えなければなりません。それは、私にしかできないことだから。レイジさん、あなたは逃げてください。めちゃくちゃ怖くて逃げ出したいけど、僕は逃げない。どうしてよ。このままじゃレイジ君本当に死んじゃうのよ。だとしても逃げない。だって僕は逃げるためにここに来たんじゃない。レイナさん、あなたと向き合うためにここに来たんだ。僕はあなたから決して逃げない。あなたを置いて逃げたりしない。
ルーナさん、管理者コード AKS10、 補欠を解除。承認。管理者権限の復元を確認。管理者権限ランク S 発令。オブジェクト S2028A37 をデリート。これでやっと元に戻ったのね、私。そうね、私たちはこれで私に戻るの。どうして、どうして、どうしてあんなことができるの。私は自分のわがままのために、ただみんなと一緒にいたいがために、エイジ君、あなたを消そうとしたのに、どうして私なんかのために自分の命を投げ出したりできるのよ。こんな仮想人格データの私のために、ただの作り物の私のために、どうしてそんな無茶ができるのよ。レイナさん、僕がレイラさんのことをただのデータだなんて一度だって言ったことがありますか。僕がレイナさんのことを作り物だなんて一度だって言ったことありますか。僕がここに、このレイナさんの世界に来たのは、レイナさんが本物だと証明するためだって言ったじゃないですか。エイジ君、あなた、レイナさん、あなたは本物の人間で、本物の僕の仲間で、尊敬すべき目標で、とても普通のどこにでもいる女の子じゃないですか。だから自分のことを偽物だなんて、作り物だなんて、そんな悲しいことを言わないでください。僕の大切な仲間をそんな風に侮辱するなら、本気で怒りますからね。エイジ君、うん、わかった。もうそんなこと言わない。レイジさんは本当にどこまでもレイジさんなんですね。少女へ、君は一体。私は私ですよ、レイジさん。レイジさんの知っている名前もない、記憶もない、ただの少女 A です。それで十分です。いや、でも今の君には確かに記憶が。それにさっきの力は。私は一ノ瀬玲奈の一部です。もともとは二人で一人だったのですから、私の意志は一ノ瀬玲奈の意志でもあるんですよ。一ノ瀬玲奈が完全記憶能力の持ち主だということはご存知ですよね。うん。完全記憶能力は、普通の人ならすぐに忘れてしまうような些細なことまで全て記憶できます。ただ、それゆえに覚えていたくないことも忘れることができない。だから、一ノ瀬玲奈は自分に都合の悪い記憶、アカシックの管理者であるという記憶と能力を自らシステム的に封印して心のバランスを保とうとしていました。前回アカシックの停止に失敗したのも、その後レイジさんたちを仮想世界から戻ったと思わせたのも、彼女が無意識のうちに行い、自分でも
忘れていたのです。本当はこの世界を、アカシックを壊さなければならないのに、自分勝手な思いでそれを邪魔しているなんて、もし記憶があったなら罪悪感で耐えられないでしょう。この閉鎖された世界でたった一人で永遠の時を生きるには、自分自身も騙さなければ心が壊れてしまう。でもそんな罪の意識が基礎人格データに過ぎなかった私を、少女 A という人格をより強固にしたのだと思います。私は一ノ瀬玲奈の心のバランサーなのでしょう。だけど彼女の思いを成就するには邪魔な存在ですから、今までは行動を制限されていました。でもレイジさんたちがこの仮想世界に来た時、ちょうど深夜0時を過ぎていたので、アカシック内はメンテナンスモードでセキュリティレベルが下がっていました。その隙に私はアカシックの一ノ瀬玲奈の監視を逃れ、なんとか皆さんにここが仮想世界であることを伝えることができたのです。あのテレビのニュースで。そうか、あの時ラウンジのニュースが突然変わったのは君の仕業だったのか。はい、皆さんが現実を知り、この仮想世界から脱出するには、まず一ノ瀬玲奈が自分自身の心と向き合わなければ、そうしなければ世界はまた閉ざされてしまうから。だから君はあんなことをしたんだね。玲奈さんに管理者権限を取り戻させ、自分を思い出させるために。はい、あれでダメなら私も消えるしかなかった。レイジさんを巻き込むつもりはなかったのですが、結果的にはレイジさんに助けられてしまいましたね。やっぱりレイジさんはすごい人です。あなたになら一ノ瀬玲奈を、私を託すことができます。私たちのことよろしくお願いしますね。ねえ、私もう意地を張ったり嘘をついたり自分を偽ったり、そんなのはやめましょう。もう私は見つけたのだから、本当に信じられるものを、自分が本物だと信じてくれる人を。だから認めましょう。私がそう信じればこの世界は本物なのだから。偽物なんかじゃない、作り物なんかじゃない、本物の世界、それ以上を望む必要はないでしょ。そうね、本当にそうね。レーナさん、少女 A、 それともレーナ A さんと呼んだ方がいいでしょうか。レーナでいいわよ、今まで通り。もともと少女 A は私から切り離された人格、そして私が預けていたものを返しに来てくれたの。預けていたもの？確かに私も見つけたのかもしれない。あ、何を？ねえレイジ君、全部あなたの言う通り、私は私の世界を守ろうとした。そのために私以外の世界がどうなったっていい、そんな風に思ってた。純粋にわがままに、自分勝手にダダンをこねていたの。そのことにやっと気づいたの。
この世界を壊そうとしたのは私だった。だって私には私の世界しかないから、私のいない世界なんて、そんなの嫌だから、そんなの必要ないから。どうして私だけが死ななくちゃいけないの？みんなは死なないのに、どうして私だけが死ななくちゃいけないの？そんなのずるい。仲間だと思ってたのに、ずっと一緒だと思ってたのに。どうして、どうしてみんなは笑っていられるの？だって俺たちは生きているからね。死んでしまったレーナの分まで笑うんだよ。泣きたくても苦しくても笑うんだよ。どうしてみんなはゲームを作り続けていられるの？我が輩たちに他に何ができるというのだ。ゲーム開発でつながっていたかつての仲間と永遠につながり続けるには、ゲームを作るしかあるまい。私はもういないのに、どうしてみんなは平気で生きていられるの？平気なんかじゃないよ。平気じゃないけど生きていくの。平気なふりをして生きていくのよ。だってそうしないと私が残念でかわいそうじゃない。どうしてみんなはずっと一緒にいてくれないの？もし一緒にいないと感じてるのなら、それはレーナがそう思ってるからじゃないのか？だってターニャは今でもレーナと一緒にいるつもりだぞ。どうしてみんなは変わってしまおうとするの？もう言うのは難しいことはわからないけどさ、変わるっていうことは受け入れるってことじゃないかな。ユーノはレーナさんの全てを受け入れたから変われたんだよ。どうしてみんなは私と一緒に死んでくれないの？だってそれはまだ死にたくないからよ。この気持ち一例なら分かってくれるわよね。だってあなたもまだ死にたくはなかったでしょ。自分だって望んでいないことを他人に押し付けるのはとてもわがままで自分勝手で、でもとても自然な人間らしい行為よ。だってそれが人間なのだから。人間なんてみんなその程度のもの。一例、あなただってその程度の普通の人間なのよ。そうだ、そうなんだ。私はまだ死にたくなかった。覚悟ができてたなんて、そんなの嘘だ。最後に一本だけでもゲームが作れたから満足だなんて、そんなの嘘だ。一本でもみんなとゲームを作ってしまったら、そんな夢みたいなことが現実になってしまったら、生きることを諦めるなんて、そんなことできるわけないじゃない。だから私は死にきれなかった。死ぬことを認められなかった。みんなのことを諦められなかった。世界くん、レーナ、待たせて悪かったね。イルカくん、一礼。新世界での任務大義であった。浅野、何ディレクターがしけた顔してんのよ。しっかりしなさいよね、一礼。タチアナ、レーナが戻ってきたお祝いにガジガジ君をプレゼント
するぞ。よく味わって食べるのだ。ゆうの、レーナさん、ナイスカムバックだよ。夏美、一礼、ずっと待っていたわ。お帰りなさい。私はまたみんなに会いたかった。もっとずっと一緒にいたかった。だからまた会えたじゃないですか。うん、そうね、また会えたね、レイジ君。私はレイジ君に負けたくなかった。レイジ君みたいになりたかった。レイナさんはレイナさんですよ。他の誰かになる必要なんてないんです。そのことを僕に教えてくれたのはあなたですよ。うん、そうだね。私は私だよね。それに私はまださよならなんて言いたくなかった。さよならなんて言う必要ないじゃないですか。こんな時に言う言葉はさよならなんかじゃありませんよ。みんなのところへ帰りましょう。このふざけたゲームを終わらせる最高のエンディングをみんなで作るんです。おかえり、レイナ、レイジ君。一礼、これで分かったでしょ。あなたは決して作り物なんかじゃないって。みんな、みんな、みんな。
じゃあレイジ君とキスしてもいい？レイナさん？なんてことを言うんですか？レイジとキス、それはダメよ。なんでよ。ダメなものはダメなの。ダメったらダメ。ってレイジ、あなたもそのまんざらでもない顔をやめなさい。焼き餅を焼く夏美、かわいいわね。そうなんじゃない。まったく、あなたって人は。でも、あなたのそんな笑顔初めて見たわ。それが本当の一例なのね。うん、みんなのおかげよ。みんなが私に教えてくれた。だからレイジ君、私をあの世界に連れて行ってくれてありがとう。いえ、あの世界で自分の心の闇と向き合ったのはレイナさん自身ですから。うん、そうね。まあ随分と荒療治だったけど、いつかの仕返しされたのかと思っちゃった。それでもやっぱりありがとう。そばにいてくれて、私から逃げないでいてくれて、本当にありがとう。その笑顔を取り戻せたんならもう大丈夫ですね。それが本物の笑顔ってやつですから。これでもう僕たちは負けない。だって本物が偽物に負けるはずがないんですから。さあ、僕たちの手でこの偽物の世界を終わらせて、本物の世界を取り戻しましょう。でこの人かっこいいんですけど。一礼、あなたは男を見る目はいまいちみたいね。あら、だったらお互い様ってことになるわよ。一礼、あなたなんだか雰囲気変わったわね。これもレイジの仕業ってことかしら。仕業って変な風に言わないでくださいよ。結局新新世界へ行けたのはレイジ君とレイナだけだったみたいだからね。一体あっちで何があったんだい。やっぱり何しちゃったりしたのかい。やめてくださいよ。変なことはありませんでしたから。っていうか大変だったんですからね。なるほどね。それはまあご苦労だったね。何にせよこれでレイジ君はレイナも攻略したと、そういうわけで。いや、頼もしいね。は？攻略って何ですか？攻略って。はは、さすがラノベ男。新世界体験1回でヒロインを攻略だなんて、私も気をつけなくちゃいけないわね。しかし一例と少女 A が合体して究極少女一例エースが誕生するとは、我が輩見逃したのがちと残念なりよ。しかも管理者権限ランク S だなんて、公式には発表されていないようなチート能力付きでね。これでレイナさんも完全復活でしょ。それってすごいことだよね。まさしく鬼にカナブンなのだ。とにかくこれで僕たち8人の心は完全に一つになったはずです。レイジ君の言う通り、これで私たちの心は一つになったわ。
今ならセブンスドアを突破してアカシックサーバーを破壊することだってできるはずよ。でもアカシックサーバーを破壊したら今度こそ一連は。そうね、正直言ってそれは困るわ。みんなを助けて世界を守るためだからって私が消えてなくなるなんて嫌だもの。だからやっぱりお引越しすることにするわ。お引越し？それってどういうことなの？無事にアカシックを破壊したらアカシックではない別の場所にお引越しするの。絶対に消えない安全な場所にね。え？だって一流、この前はそれは無理だって言ったじゃない。自分はアカシックサーバーに完全に固定されてしまっているって。それは本当よ。でもそれは私がそう思っていただけ。だって私をアカシックに縛りつけていたのは他でもない私自身なのだから。この仮想世界でみんなといつまでも一緒にいたい、その思いが私自身をこの世界につなぎ止めていた。いえ、縛りつけていたの。私の世界はここにしかないと、そう思っていたから、諦めていたから。でもそうじゃないって分かったから、私はアカシックの中じゃなくても生きていられる、決して消えないって分かったから。だからもう大丈夫。一連、信じていいのよね？アカシックサーバーを破壊してもあなたは無事でいられるのね？ええ、大丈夫。よかった、本当によかったわ。それが分かれば思う存分アカシックサーバーをぶっ壊せるってものよね。我が輩燃えてきたなり。レーナのデータが消えないのだったら、ターニャと世界でまた復元させてみせるのだ。そしたらまたレーナさんと現実世界でおしゃべりできるんだね。一緒にゲームが作れるんだね。ああ、レーナ、ちょっといいかい？相談したいことがあるんだが。何？世界くん。いいからちょっとこっちへ。レー、なんだかどうだろうか。なるほど、それなら可能よ。任せて。では諸君、これよりセブン評議会を。いや、エイト評議会を始めようではないか。俺はここに宣言する。今度こそアカシックサーバーを破壊し、この新世界を終わらせ、東京を救う。そして現実に戻っても、俺たち自身が身の危険を感じることのない究極の勝利を手に入れようじゃないか。ちょっとちょっと、そんな全部が都合よくいくわけ？無論だ。俺たちはジャッジメント7、不可能を可能にするのが仕事じゃないか。現実世界に戻った後のあなたたちの安全のことはとりあえず私に任せてくれない？さっき世界くんに頼まれたことがあるの。それを実行すればきっと大丈夫だろうから。なになになに？言うのすっごく気になるな。僕も気になります。13件や組織をどうやっておとなしくさせるつもりなんですか？今はまだ全てを語れないが、スタッフロール作戦とだけ伝えておこう。この作戦が成功すれば、たとえアカシックサーバーを破壊したとしても、
現実世界に戻った後に13件や組織に危害を加えられる心配はない。わかりました。オワリさんが言うんだからきっとその作戦でどうにかなるんでしょう。そうね、そんだけ自信満々ならちゃんと大勝利で終わらせなさいよ。スタッフロール作戦、ラストにふさわしいいい響きだ。世界、お前を信じるぞ。なんだかよくわかんないけど面白そうな作戦なのだ。ターニは世界に乗るぞ。やっぱりどんな作戦か気になるけど、ユーノも世界さんのことを信じるよ。ここまで来たんだもの、オワリ、あなたを信じるわ。ううん、自分自身を、そしてここにいるみんなを信じる。いよいよ本当の最終決戦が始まるのだな。では早速向かうとしよう。目指すは浅草寺の場所にある北里軒、その地下にあるアカシックサーバーだ。